はい、皆様お疲れ様です。シュチュワンです。今日はですね、スナップショットっていうことで、シェードプロトコルというものがあってですね、アトムホルダーの方、ルナホルダーの方、そしてシークレットホルダーの方がですね、エアドロップをもらえるというお話が、あります。そしてですね、この、エアドロップに関してはですね、11月に、スナップショットがあるので、前もってね知ることができて、そして用意することができるので、参加しやすい内容となっています。それではですね、内容の方を見ていきたいと思います。シークレットネットワークのシェードプロトコルが世界に発表されてから1ヶ月が経ちましたということで、あります。シェードプロトコルはということでね、詳細書いてるんですけど、シークレットネットワーク上に構築された一連の接続されたプライバシー保護ディファイアプリケーションということになってます。はい、この、シルクっていうのがですね、通貨となるんですが、プライバシーを保護するアルゴステーブルコインということで、結構ね注目を浴びているというところですね。この発表があってからですね、シークレットネットワークのですね価格っていうのが、一気にね上がってきたということでですね、非常にね面白い、内容となっております。はい、スナップショットのね詳細っていうことが載ってるんですけど、11月の7日からですね始まるということになってます。36日間のステーキングということでね、11月上旬から12月中旬までの、長い期間ですが、その間ですね、参加者には、報酬を与えるということになってます。はい、ユーザーは11月7日から12月13日の範囲の全期間中のステーキングに責任がありますと書いてますけども、この区間ですね、スナップショットの前にということで、10月11日から11月7日までね、この間動かすことができるということが書いていて、11月7日以降ですね、始まるので、それまでにですね、ある条件を満たせばですね、はい、エアドロップがもらえるのかなと思います。期間というのはね、ちょっと長いんですが、はい、価値あるかなと思っております。はい、前提ですけども、投資は自己責任でということで、このねエアドロップに関してもそうですし、自分でね面白いなと思った方はですねやられるといいのかなと思います。はい、自分もですねちょっとね面白いなと思ってますので、参加してみようと思っております。はい、対象とならないねものがあるということで、コインベースカストリーの、アトムとか、バイナンスステーキング、クラーケンとかですね、そういったところではですね、エアドロップを受け取ることができないということで、例として挙がっています。ステーキングの詳細ということで、シェードの総供給料、が1000万ですね、になってます。シークレット、それからアトム、ルナのスタッカーはシェードエアドロップを受け取る資格があると、はい、いうことが載ってるわけですね。はい、シークレットネットワークへのエアドロが 36%、 アトムが 32%、 ルナが 32% と、なってます。はい、どのネットワークでも最低必要なステーキング量はないということで、はい、書かれてますね。参加しやすい状況です。はい、このような形で、参加することができますね。はい、DEXLP ステーキングに関してはですね、エアドロー対象にならないということ、これもね注意が必要かなと思います。設定された量のシェードがエアドロップ内のスタッカー全体に分散されるため、これはネットワークの時価総額が小さいほどステークされたトークンごとにより多くのシェードが与えられることを意味すると。はい、例えばテラとコスモスには同じ量のシェードが空中投下されていますが、32ですね、 32% ですね。はい、アトムを使用しているユーザーはシェードが増えることに気づくでしょうということが書かれてますね。それからね、追加エアドロってことで、あるわけですけども、シークレット、アトム、ルナの上位10ノードの外側にしていくということで、上位10以外ですね、にしていくですかね。はい、そしてネットワーク上の上位25のバリデータ内の0% のコミッションベースのノードに、かけないでくださいと、注意点もあるということですね。はい、一般原則として私たちは分散型コミュニティが以下を含む持続可能なステーキング慣行に従事することを奨励となってます。より小さなノード
とのかけ、複数のノードにかける、有意義なコミュニティ貢献者への出資、ガバナンスに積極的なノードへの出資と、繰り返しになりますが、シグレット、アトム、ルナ、ネットワーク上のすべてのノードは、交換バリデータを除いて、シェードエアドロップの対象と、なると書いていますね。はい、11月7日までにですね、用意すればいいということですので、はい、今ね、アトムを持たれている方、持たれてない方いらっしゃると思いますが、はい、それをですね、ステークするということで、エアドローがもらえるという形ですのでね、はい、非常に、期待されていると、面白いエアドロップかなと思います。はい、ですね、ここでね、シルクとは何ですかというところなんですが、はい、プライバシーを保護するネイティブのアルゴリズムステーブルコインということで、1ドルに固定されたステーブルコインということですね。シークレットトークンとシェードを使用して、シェードプロトコルで作成できると。シルクは SNIP20 トークン標準を継承しますと。つまり、シルクとのすべてのトランザクションはプライベートですと。いう形ですね。はい。シェードについてはですね、はい、ガバナンストークンということになってますね。シェードプロトコルの財務、ユーティリティ、アービトラージをガバナンストークンとして機能すると。より多くのアプリケーションが起動され、シェードプロトコルに接続されるにつれて、シェードはエンドユーザーエクスペリエンスにおいて、ますます重要な役割を果たすと。はい、書いてますね。はい、これシェードのね、ホームになってますね。はい、シークレットネットワークについても書かれてます。先ほども言いましたが、シェードプロトコルはシークレットネットワーク上に構築された一連の接続されたプライバシー保護、ディファイアプリケーション、そしてシェードプロトコルでの起動はシルクですと。これはデフォルトでトランザクションプライバシーを備えたシークレットネットワークにネイティブなアルゴリズムのステーブルコインですとなってますね。はい、非常にね、面白い内容となってました。はい、ということで、面白いなと思うので、興味がある方は、エアドロップね、参加していただけたらと思います。はい、ということで、シークレットネットワークについてはですね、10月に、はい、スーパーノバってことで、アップデートが、大きなね、アップデートがあって、IBC 接続っていう形でね、テラの次にね、つながってくるようなものになってますので、プライバシーというところでシークレットネットワークは非常にね、注目を浴びています。はい、そういった、技術ですので、はい、今後ですね、いろんな形でですね、はい、コスモスエコシステム内で使われていくんじゃないかなと思っております。投資として推奨するものではないので、はい、くれぐれもですね、自己判断、自己責任で、よろしくお願いいたします。はい、それでは以上となってます。失礼いたします。